はい、4010年。ついに4000年到達。最終工程出ました。やるぞ。このような書状が、レオンの扮したダンジョンで待つ。新宿。新宿は死んだはず。新宿は生きています。出たー出たまあいいか、話しかける前に。まあ、とにかく左のね、数字。4010年、41世紀です。ついにね。で、最終工程の初期装備、ムーンライト。これによって理論上、一回のプレイで集められる武器、全部集めました。ね。倉庫にたくさんあるんで、見ておこうか。武器、まとめてみよう。で、防具に関しては、ハルモニアスーツと、あと、精霊の指輪、今回初登場ですね。じゃ、こいつ、話一応聞いてあげるか。かわいそうだから、忘れられない記憶。ふふ。七英雄のことね。まだ生きています。眠ってるだけです。3000年を眠ってたんだな。新宿の。最後の一人は仲間の本体を守らなきゃならないと。つまりあと3人残ってるわけだ。クジンシーと、あとノエルとロックブキですね。まあ誰を残すかっていうのは結構問題ですよね。はい、行かないかな。恋技を覚えていこう。ムーンライト、シンソローのギネス、晴天球の恋技道中で覚えたいかなと思ってます。防具は4闇、ラバーソウル、キャンディリング。じゃあ、行きますか。まあ、とりあえず七英雄が3人残っていて、で、そのうち2人を倒して1人をラストダンジョン奥にするということです。ロックブックとクジンシーを倒してノエルをラストダンジョンに送るっていう感じしようかなと思います。で、まだ閉廷していないサラマットを攻略しに向かうと。つまり、ロックブックを倒しに向かいます。まずこれ、左の塔を攻略して、ロックブーケを、一回救出しないといけないんだよね。このルートだと。これで OK か。おいっと。さあ、今乗って、3749回と、助けに来ましたー。とっても強いのね強いモンスターがいて、いつの話してるんだろう。もう片付けましたこれ死後者のことだね。一生忘れません。もっと忘れられなくなるよ多分。追いかけてぬっ殺しに行きますね。ここに来たのずいぶん前だったなあ。れ結構序盤だったですよね確か。敵が出るようになってますね。こっちだったよな。どこだっけ。これどこだったっけ。右か。ちょっと見た。ヘビかー。いけるかな。いかせんぞ。喋りやがった。確かに関係ないな。どけとんでもねえダメージ出るとこれ。強い。クワズハ強いあ、これ見ておくと。うん。この二つの塔は我々の超術学研究に基づいて設計されておりまする。二つの塔の発生する重力場によるなんとかなんとか、より1000ワードを増加しております。別次元になんとかなんとか。誰か翻訳して。ってことで沈んだ塔がアンロックされるってことですね。こっち。これ、キラになっている。ずいぶん前に来たよな。
なんだっけ、あの時は、レディーホーク取りに来たんか。便利でしたね。やっぱ、レディーホーク便利。スライムが、行かせてくれない。ピンポンピンポーンっての入ってるだろうな。多分多分入ってるだろうな。これオッケーテイクになるのかな、それともしくじってこれオッケーテイクしたくないな。それ箱どうするかな、取んなくてもいいかなって思うんだよね。でもこれはこうか。あ、いけちゃった。ピンポンピンポン入ってるから、どうしよう。この下がね、水流がいるんだよね。稼ぎポイントですね。まあでも今回やらないと。パーティープレイ向きですよね。でもね、ちょっと待って、装備変えよう。流行できますか、こいつね。一撃でいくか。いや、ちょっと残ってる。よしよし。で、この下が落とし穴になってんだよね。落ちちゃう、さっきの水流の部屋に。装備直しとこう。ウインクキラーにして。3753回。で、ここで、このヘビから技を覚えようかなということですね。つまり、恋技ですよね。催眠。忘れておくか。来たー。霊気属性の攻撃、全体攻撃。来たー、サイコバインド。麻痺付与するらしいんだけど、正直見たことないな。また装備切り替え。また一つ残っちゃう。3756回かな。なんだっけ、青天球のこういう技、後で覚えるか。どっかのタイミングで。かっこいいからぜひ使いたいんだけどね。さあ、装備変えるか。宵闇ラバーソウルキャンディリングしてますけど、どうするか。いやー、これでもいいかなって思うんだけど、精神防御はないのはちょっと危ないかな。つけるか、嫌なんだけどな。魔石、つけますか。よし、ボス2連戦ですよ。まずは水流。まあ、手早く決めたいですね、ここは。ムーンライトによるツバメ返し。まあ、今回はなんかあんまり使ってないツバメ返しを持ってきたんですよね。巻きつけは。なに、ちょっと待て。待て待て。厄介だな、やっぱり、この手の時は。巻きついてくる系の敵厄介だな。こいつ、精神耐性もあるから、いろいろ効かないですしね。また!でも大丈夫!大丈夫!押していく。あともうちょっとだろ。よし。ようやく倒した。で、術48ポイント、技109ポイント。でもまあいけるだろう。装備は、このままでいいかな。このままやりますか。ラバーソウル、キャンディーリング。うん。いいか。割合ダメージ持ってるからな、こいつな。立ち去りなさい。これ男性で来ると戦えないみたいだね、このタイミングだと。このふさふさ、ほんとすごい。じゃあ、まず切り隠れ。こいつは、物理持ってないから、シャドウサーバント相性いいと思う。とりあえず、水間いらないな。でも、混合力欲しいわ。で、ウィンドカーター確かなかったと思うから、混合盾もいらないか。だからこのままシャドウサーバント
ープでしょ、効かない。今だったらちょっと問題かもしれないな。女性が女性を誘惑できないっていうの多分なんかちょっと問題になるかもしれないよね、もしかしたらね。こんなことねえかな。速さ下げるべきかな。やらなくてもいいか。このままツバメ返し連打できますか。多分ロマサガ2こう完全に今から作るってなったら、女性もできるようになるんだろうな、きっとな。誘惑、それはそれでワクワクするけどな。これで解除されちゃうか、体力吸収で。なるほど。じゃあシャドウサーバントかけるか、意味あるわこれ。体力吸収厄介ですよね。これ無効化する方法ってこれしかないんじゃないの、もしかして。お、また来た。回復してはる。くそ、これ最後のシャドウサーバントか。おとなしく術法、術 P 回復するんだったら将来ダメージどうだろう。うおっ。ちょっと待て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 、エリクサー使えない。持っててよかった、結構だよね。2回かけるから、これでなんとかやるしかない。結構舐めてたけど強いぞこれ。こんなに当ててくるとはな。あとツバメ返し、これシャドウサーバート切れたら勝てなくなるかもしれないな。マジで回復入れとくんだったな。女の戦い熱いな。ダークソフィアは無効です。大丈夫です。そのためのキャンディリング、案外でもあれだね、確率低いね。これ食らうとこう瀕死まで追い込まれるから一撃で厄介です。将来また来た。いやでもおそらくいけるだろう。このまま押していきたいところですけど、どうする。それとも念のため回復した方がいいのか。ここまで頑張ったんだから月光で回復しよう。月光2連続入れておけば死ぬことはないからな、確実に。こうここは、え、確かなんだっけ、ラバーソールつけてたよね。ラバーソールつけてこれだから、つけてなかったらかなりやばかったか。 HP いくつですか。860、まだ耐えられるね。このまま押していく。来ません。大丈夫です。なんか可能性に挑戦してるね、かなり可能性に挑戦してるよね、ロックブケね。まあ30年ぐらい前の作品だから仕方ないんです、それは。よし、というわけで倒しましたね。レアアイテム的には、あの第一形態がキャッツアイ持ってますね。第二形態なんだっけかな、精霊の指輪となんだっけ、積水晶のロッドかなんかだったような気がする、確か。というわけで帝国のハンターが最大に世界征服ですね。あとは七英雄を自在に始末すれば世界は帝国のものです。まあとりあえず装備に関してはこんな感じにしたけども、やっぱり槍は持ってた方がいいな。なんだっけ、重心章使いたいからね。あとラバーソールは毒向こうのラビットアーマーにするかな。まあ、これがベストかどうかわからないけど、まあ、魔石ラビットアーマーキャンディリングって感じしてみるか。あとまあどっかで晴天系の技を覚えられればいいかなと、まあ思ってはいるけどね。どうだろう。あ、そうだ。ロック武家倒して4012年になりましたね。2年間何やってたんだろうな。初代ケイサー歩兵男のジェイメスを確かこの辺に埋めたような。確か、あ、ない、死体がないみたいな。どうなったんだ。さまよえる屍となって復讐の機会を狙っているとかかな。ここ案外大変じゃないの。よし、いけた。ここはしっかりとアイテム取っていかないといけないんで。
ここにしかないものあるからね。複数しっかり取っていく。まずそれか。そんたこやだね。どうしたいですけど、こっちに誘導しようか。よし、黒のガルドリエル。ガルドリエルって多分、まあいや、それ取ってから見ますか。ここにしかないアイテムですね。その上の宝箱もそうだけど、ガラドリエルって多分指輪物語のガラドリエルですよね。ロスローリアン、どういうイメージなんだろう。こっち、どっちだっけ。こっちじゃなかったっけ。これだよな、これだな。おい、タイガーアーマー。最強の KO 力か、こいつは。これは最強の重要の防御力42って凄まじいですよね。ま、でもこれ斬撃防御なんだよね。毒は、エリクサーで回復すればいいか、ガラドリエル、今回だけつけますか。さあ、戻る。まあ、あと、クジンシー倒すだけなんだけど、これ前座がいるんだよね。まあ、ちょっと気を抜かずに行きたいですね。またここで足止め食うのか。よし、さあ来た。よーし、やってみるか。待つのは来た、さっさと始めるぞ。2年待ってたんだもんな、復活してから。じれったかったろうな。ヘルビースト3体やばすぎるね。しっかり準備する。ま、1ポイント助かった。1ポイント助かったわ。流脈4回体制でいくぞ。これ1回で決めたいところ。よしね、やりすぎだったかもしれないけど。あ、雑魚、これは弱い。ボーナスだったな。よし、さあやりますか。まあとりあえず、まあここでやるべきことじゃないのは分かってんだけど、多分心で やるのが一番覚えやすいんじゃないかなと思うんで、青天球の技覚えよう。お、来たね。よし、よかったよかった。ターンの最後に発動しますね。エフェクトかっこいいんだけどな、使いづらいですよね。やっぱめちゃくちゃかっこいい。お、しかも結構のダメージじゃない。しっかり回復。じゃあ決めますか。タイマー神経効きます。あと多くても2回。いや結構弓でもダメージ与えたから、あと1回で決まるじゃねえか。技ひらめきとしては結構楽だったな。やりやすい時だったわ。なんかアイテム落としてくれてもいいなって思うんだけどな。あの右手に持ってる剣とかさ。なんで俺だけ2回も。この階段の下何かすごい気になるけど、いけないんだよね。ナズル海峡南方の大表現でモンスターが続々集結中との知らせがありました。ついに来た、決戦の時。来たね、決戦の時来ました。なんか忘れてるような気がしてませんか。なんか忘れてるよね。そこのディープワンがいた先ですよね。ここはね、地下墓所になってんだよね。
こう謎の空間なんですけど、特に何もないですね。初期状態か。おお、そんなことない。待って待って、うわすごい増えた。よし、今は2回だから3759回か。これも倒していくか。そうだな、倒していこう。よし、財宝をアバロンセイ。よし、いいね。これを最終装備しようかなと思ってんだ。これで防具全部揃いましたね。よーし、励んでやがる。装備変えるか、どうするかな。まあ、上体防具上げた方がいいだろうなと思うんですよね、こいつは。つまりキャンディリングか。かな。卵をつけたんだね、どっかに。エロい。これはエロすぎるな。これは倒すのためらわれるな。まあ、こいつで防御下げます。さあ、今回は、殺虫剣使おうじゃないかと。ボーバラソードの。ダメージどんなもんかなっていう。激しい、エフェクト激すぎる。激すぎる。これ目に疲れるな。5400か。でも結構なダメージ出ますね。あ、これ腕力依存ですね。凝視はね、確かこれ、石化凝視があるんだよね。それがちょっと状態防御開けるしか対策が取れない。だから死ぬかもしれないね。まあ殺虫剣いいけど、エフェクト激しすぎるから、ちょっと無妙剣で減らしてから殺虫剣仕留めるか。どのくらいかな HP。 無妙剣シャドウサーバントでやるとカメラのダメージ出ますね。あ、これカメゴーラ入ってないです。さっき流脈4回でやりましたけど、もう1回やったら死んじゃうかな。まあせっかくだから殺虫剣仕留めたいんですよね。だからちょっとこうエフェクト激しいですけど、皆さん我慢して、せっかくだからね。よし、倒したー。アバラの平和持ったな。なんかアイテム落としてくれればいいのに。なんかちょっとエッチな何か落としてくればいいのに。陰謀とかさ。いらねえけどさ。さあ、これでアイテムコンプですね。選抜ルー、これ完全回復アイテムですね。あとあれだ、ちょっとカツアゲをよこしなよ。10クラウンこっからのために使わせてもらうからな。はい、ではアイテムコンプしましたね。倉庫に基本全部入れたんで見ますか。まあ一応インベントリーに入っちゃってる魔石の指輪、違うな、装備欄に入っちゃってる魔石の指輪、これ外れないんで、他のアイテムを見ようかなと思います。パーセンテージがね、まずパーセンテージが 100% なってないですよね。これはね、計算漏れかな。うん、編集漏れ、計算漏れがあるので、でそれを修正しておきますね。まず、生命力回復ね、これ、年代ジャンプ G に倉庫に追加されるんだけど、これ、編集漏れがあったんで、この機会に足しておきます。あと、まあ、編集漏れといえば、あれだ、リラックスがフレッシュハーブ入手時に映像編集しちゃったんでね、間違ってね。なんだっけ、ナイトヘッドか。ですね、まあ、この機会に、まあ、これは、計算はしたんだけどね、出しておきます、一応ね。あとは、これですね、アクアコの水。これはネレイド仲間した時に入手してるんだけど、これも計算漏れがあったので、この機会に足しておきます。これで 100% ですね。っていう感じです。アイテムコンプしました。で、アイスシードとか、あとで月光の櫛とかね、本来なくなっちゃう系のアイテムもあります。あと石舟もそうですね。で、ここに入ってないアイテムは、入手したけど入ってないってアイテムは、魔石のかけら、指輪になっちゃったやつだね。あとは、魔導書ですね。
これ全部揃いましたっていう感じ。まあ防具も全部集めましたね。まあさらっと見ておきますか。ね。っていう感じですね。やたらたくさんあるマジックブーツ。たくさん借りましたからね、ミスティックね。っていう感じかな。金属体たくさんありますが、これはあの売却用に多少ね、集めておいたんだよね。っていう感じですね。あと武器ですね。いや、思い出深いアイテムばっかりでね、武器に関してはね、ワームスレイヤーとか、今回結構使いましたよね。炎の剣好きなアイテムですね。たくさん使えてよかったなと。あとは、一度も使ったことがない青龍刀。このようなプレイでも使わなかったね。っていう感じか。あと、ムーンライト、オートクレール。今回少しでもムーンライト使えてよかったですね。あと、幽刀流行。このアイテム大好きでね、楽しいアイテムです。ね、バイキングアクス。めちゃくちゃレアなんだけど、やっぱり使わないっていう。聖児ロート1本出たんだよね。ほんと運が良かった。あと、タンブラロートもね、ちょっとだけ使えて良かったですね。あと、なぎなたね、トライデント。初期装備系のアイテムですね。あと、リバティサフがこれからも、あれ使うんだっけ？使わないんだっけ？どっちだっけ？あ、使わねえか。聖児ロートの方使うかな？っていう感じですね。ゲーボルク。ゲーボルク、入手できてよかったなぁ。本当にな。あとはカットラスね。カットラス使えてよかったね。今回のプレイでね。少しでもね。ウインクキラー大活躍でしたね。よかったよかった。あと禁止品の積水晶のロット。あ、そういえばなんだっけ。あの手元にある、あの公式ガイドブック、公式攻略本には、あの、コンボとして分類されてますね。っていう感じですね。さあ、今度こそ相手もコンプした。ラストダンジョンへ。行くぞー。じゃ、まずこっち。ぶつかんないで。やだよ。やだやだ。よしよし。こっち。ここです。違います。嘘つきました。ここです。確か漂流とかいるんだよな。それはサイクロプスですね。何にも落とさないです。つまんねえ野郎です。なんか落とせばいいのにな。何でもいいからさ。何でもいいから、チンコの皮でもいいからさ。何でもいいから落としてほしかったな。ここだっけ？違う。あんまり来ないから道がよくわかってない。それ漂流ですね。さすがにやってらんないんで、スルーしますけど。こっちだっけ？なんか結構単純な作りだった気がするわ。エレベーター。確かなんだっけ、魚とかいるんだよね。ちょっと戦闘回避できたいね。こっちか。こっちやな。手強い虫だったな、あれ。よし。まあ、とりあえず、道もそこまで狭くないし、敵もそんなに多くもないんで、大丈夫ですね。でもこの地形納得できない。そこに魚がいるのどうしても納得できない。爆速じゃないから、まあ、まだ回避しやすいけどさ、あの爆速の魚も納得できないですよね。ここはなんか謎のギミックが。ちょっと待って、そこにいられちゃうとあいつらこっち来れないのか。これこっちだな。よし。
まくいってんじゃないか。まあ、あとは多分2日ならいけるかな。お化けいんのか、ちょっと慎重に行くか。ちょっと見えないからな、よく。いるんだ。大丈夫か。もういないか。ないように見えるか。さあ、来たか。来たかな。あ、来た。ついに来た。まあ、大体なんか中古のロマンサガ2買うと、こっからのデータって残ってますよね。つまり次回、ラストバトルですよ。よし、じゃあ今回はここで終わりにしますか。